おはこんばんは、皆さんどうもミッキーです。ミッキーチャンネルへようこそー。はい、今日はですね、どうも、17歳になったニューミッキーだよ。今撮影日8月1日、朝の10時27分でございます。おはようございます。本日ね、8月1日はミッキーさんというよりも大塚美優さんのお誕生日でございます。ありがとうございます。ハッピーバースデー。17回目の誕生日です。ありがとうございます。今日という日を無事迎えられたことに感謝に。ありがとうございます。今日あれだから、私の誕生日でもあるけど、私の推しでもあるチカちゃんの誕生日でもある。これもう奇跡だよ。だからね、本当に。いや、マジで。あと、忘れないように先に言うわ。これ忘れちゃったんだよね、この前言うの。はい、こちら。ディズニーの方から届いたよ。誕生日お祝いポストカードみたいなやつ。私はファンクラブに入ってるんですよ。そう、ディズニー。急にディズニーの話するなって感じだけど。ちゃんとみゆって書いてある。あ、本名、みゆ。ね。ということでね、本日はですね、まだ10時半なんだけど、今、2時から、あとだから4時間ぐらい経ったらですね、横須賀の方でね、結構前に告知動画上げたと思うんですけども、ミキグリ2018 in 横須賀が行われます。ありがとうございます。どんな感じになるのか全然見当もついてないんだけども、大阪の時とまたちょっと違う感覚なんだけど、去年の8月1日、だから16歳の時の誕生日はですね、私動画を出さなかったんですよ、一切。その前の年、だから15歳の誕生日は人生初のオフ会をね、代々木公園でやって、警備員さん来たっていう。っていうのがもうちょうど2年前なんですけども、っていうので、それがあったから、15歳がそれだったから16歳はプライベート大切にみたいな感じになって、だから友達と遊んだね。そう。友達と遊んで帰りゲリラ豪雨だったっていうのしか覚えてないんですけど、森田ちゃんもいました、そこに。そうそうそう。中学の時のメンツで、お祝いしてくれたっていうのと、あと、任天堂スイッチをね、誕生日プレゼントに買ったっていう、いう思い出。うん、それが去年。で、今年また、ね、2年前やったからっていうのに、今年もちょっとまた変わってね、ちょっと成長しているんじゃないみたいな感じで、やっぱみんなにお祝いしてもらおうかなっていう感じで、はい、やります。ってことで、あとちょっとでもう、チャーちゃん家に行って、今日のミキグリの準備とかもしなきゃいけないんで、そう。やっていこう17歳やっていこう。でもあれだよね、3ポイント目だよね。カードだよ、もう。いきなりカード。じゃあ、初の認知ポイント、認知カード、初の認知カード。はい、すごい。うわ、マジか。どこに書く？ここ？ここ？ここで。じゃあ、行きまーす。行くよ。あ、うん、マジか。うわ、やべえ、これあれじゃん、映画の前売り券買わないとあれだよね、俺のやつ。前売り券買ってる。これ前売り券？マジで？前売り券くれんの？やばくね、前売り券。一人ずつ取りたい。じゃあ通称で、はい、チーズ。今日 MacBook 第2回目ですよ。大丈夫ですか？大丈夫。それもだってさ、シールとか貼ってないじゃん。じゃあ裏とか好きなとこってここ？じゃあちょっとこうやっていくよー。よし、ありがとう。もう3人でマジで、ありがとう。めっちゃ笑うよ。おお、じゃあまずチェキから。はい、お待たせいたしました。はい、こんにちは。はい、もちろん。じゃあまず席から行こうか。あ、これあれや、街歩き。やば、マジか。街歩きになんでこれが。じゃあ、はい、はい、ありがとう。また会おうね。いらっしゃいませ。初めて来ました。あ、大事だったんだ。じゃあ2年前だ学校があったんで、今来た。2年越しのミッキー。よっしゃ。んなで食べるね。みんなお菓子大好きだからね。はい、ありがとう。いくよー。はい、チーズ。ありがとうございます。森田ちゃん、ちょっと、森田ちゃんじゃん。小鳥にいるから。ありがとうございます。何枚でもいいんですよ。あ、小鳥推しなの。もらったよ。森田もあんじゃん。うわ、すげえ出た、これね。こういうのね、なんかね、2年前もやったよね、あれね。こういうのうまいんだ。ありがとう。みんなありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで、今見ていただいた、ミキグリ2018 in 横須賀。もうそれからね、4日が、経ちました。気づけばもうちょっと4日というか、ちょっとバタバタしててね、まとめ動画がちょっと撮れてなかったんでね、感想とか感謝の気持ちを言ってなかったんで、今改めてちょっと動画回してる感じでございます。まず最初に、今回、横須賀までね、来てくれて、ミキに勇気を出して会いに来てくださった方、本当にありがとうございました。プラスで手伝ってくださった、森田ちゃん、小鳥、もう含め、あと写真撮影とか結構裏方で手伝ってくれた、うちの妹やチャーちゃんとうとう、本当にありがとうございました。いや、もう結局一人ではできてない。私はただいるだけだから、そう。あれやっぱね、結構周りの人がいての、あれなんで、ありがとうございました。今回いただいた誕生日プレゼントは、後日動画で開封した動画を上げたいと思うので、まだ開けられてないんですよ。そう。ちょっとまだこの動画先に作ってから、これ開封動画撮ろうかなと思ってて、まだ開けられてないから、で、なんとも言えないんですけども、まあ、大量なのは間違いないんでね、そちらもご覧ください。で、あと今回私だけじゃなくてね、森田ちゃんとか小鳥にもくれた方もいらっしゃったので、なんだろうな、あ、よかったなと思って。物とかさ、サインも求められるとか、写真撮ってくださいって言われるのとかって形になってるものだから、そうなるのはやっぱ私としてはものすごく嬉しくて、見てた動画であったと思うんだけど、小鳥推しとか、なんかね、なんだろうな、いろんな人巻き込んでやってることによって、結構そういうことで、例えば森田ちゃん、小鳥とかが、あ、知られてるんだって思うのは、まあ、本人たちも嬉しいと思うんだけど、まず私自身が一番嬉しくて、そう、顔焼けたな。いや、ごめん、急になんだけど、顔焼けないめっちゃ。なんか黒くない？いや、多分ディズニーのせいです。ディズニーのせい。まあいいや。そう、だからそうやってね、まあ別にね、物がくれるのが全てなのかとか、なんだろう、サイン求められるのが全てなのかとか、写真が全てなのかって、そういうことじゃなくて、そういうことじゃないんだけど、でも嬉しいよねっていう。単純に。ということでね。はい、長くなっちゃうとちょっと編集大変になるんで、ちょっと短く言いますけども。いやー、17歳。これからもっともっと変わらないために、変わって、いろんな人をこう、巻き込んだ、ワクワクするような世界をね、作っていきたいなって思ってますね。あと、17歳、素直になる。急に言ったけど、17歳一番、決めてるのは素直になる。気持ちに素直になります。よろしくお願いします。みんなには結構ね、カメラだから、実質カメラだからさ、一人で撮ってるから、全然普通にこう言えるんだけど、結構やっぱ面と向かって緊張しちゃうんでね、ちょっとそこはね、まあ別にいいとこでもあるんだと思うんだけども、気持ちに素直になる。はい。らしく。自分らしく。後に、いつだっけな、昨日、一昨日ぐらいに、小鳥からLINE 来て、なんかみんなで動画作ったみたいなことを来て。見せられないんだけど、なんで見せられないかっていうと、曲がね、アンダーザシー使ってて、そう、もう何？個人的に送ってきてくれるやつ。そう。だから、なんつうの。動画に載っけるようなやつじゃないから載っけられないんだけど、すごいなんかすごい嬉しかった。ありがとうございます。そう、でね、その話を、その動画くれて、で、その次の日に森田ちゃんとディズニー行ったんですけど、まあ、その動画も後日出ます。はい。でも夏休みだからもう近くに出ると思います。お楽しみに。そう、まあ、それはどうでもいいんだけど、その後、まあ、森田ちゃんと会って、森田ちゃんもなんか、実はそれもやってたらしくて、小鳥と一緒にやってたらしくて、その話を聞いて、おう。それね、裏話聞くのダメなの。不意に来るのね、すごいなんかこう、すごいこう、来るものがあるよね。泣かないよ。別に。別に泣かないけど、涙なんてないよ。涙なんてないよ。またちゃんのことにも、本当にありがとうございますっていう。で、今回裏方のね、3人もね、本当にありがとうございますっていう。そしていつも見てくださってる方々、応援してくださってる方々、本当にありがとうございますっていう、話です。ということで、最後まで見てくれてありがとうございました。17歳も、頑張るよそれでは次のミッキーチャンネルでお会いしましょう。バイバイビーン。最後に、横須賀グリーティングが無事終わって、ケーキを買って家族でハッピーバースデーやってくれている映像とともにお別れしましょう。どうぞほら、ケント。言葉は何でしょう？はい。せーの。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。どんなとうございます。やった。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。お祭り気分で行けばいい。今この時が大切だから。だから